はい、皆さんこんにちは、りょうです。今日は9号目にいる聖獣ですね、討伐の方をしていきたいと思います。非常に強いですね。立ち回りいろいろあるかと思うんですが、まあ中距離戦技なんかを活用した形で戦っていくのがぶっちゃけ安牌かなと思うんですが、ドキン説の、まあできたらね、特大系の武器を使ってもらうのが個人的にはおすすめです。ガーゴイル戦で使っていたようにですね、系の武器を採用していただければですね、硬い鱗の敵なんかにもダメージが通るようになりますので、今回はまあ炎のね、グレートスターズということで炎術使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ立ち回り紹介していきます。まずは左右ローリングでかわしていきます。これもローリングでかわしてます。で、距離が結構離れたとこからね、突進されたときは左右のローリングだけでは回避できない可能性がありますので注意してください。で、今の突き刺しは前ロリで回避です。後ろロリはなしです。はい。で、歩いてるときは攻撃しに行ってもらって大丈夫です。これちょっと待って、冷薬飲んじゃおうか。体幹削りと炎の火力アップ今回持ってきています。はい、ちょっとこっち来て。はい、これはダッシュで、まっすぐ避けていく感じかな。で、はい、こんな感じで避けてもらって、攻撃を入れに行きます。ほい。連撃がないのを確認して、しっかりと頭に入れていく。で、手前に逃げたときは、そのまま手前に逃げてから、ここでジャンプ攻撃入れていきましょう。はい、スタミナ回復して、1発、これ、2発、ちょっとスタミナ回復間に合わないかも。あ、いけたね。2回ジャンプ攻撃から、致命がいけます。で、置き攻めはしなくていいです。今ぐらいからダメージがようやく通るようになるんで。で、この強攻撃に関しては、しっかりと範囲取って、中でローリングでかわすこともできるんですが、まあ、範囲取っとくのが安定かなと思います。ちょっと次何の攻撃してくるか見よっかな。どうしようかな。攻撃しようか。ほい。はい、尻尾の攻撃はしっかりと距離を取ってかわします。攻撃してこないのか。危ないねー。はい。で、左右にしっかりとローリングでかわしていく。はい、これ近づいていってチャンスなので攻撃入れたいです。攻撃入れましょう。一発いけたかな。微妙なラインだね。はい、立ち止まったら攻撃いく。はい、前ロリからの手前に。危ない。今のはちょっと左目に避けて、いたんで当たらなかったです。前気味にね、飛んでいくので。はい。というわけで、まあ、こういう感じでね、戦っていただくような、やり方が一番安定感が出るんじゃないかなと思います。一番注意しないといけないのは、角突き刺し、尻尾突き刺しで飛んでくる岩。あれが本当にね、痛いです。めちゃくちゃ痛いので、その部分だけは注意して、いただかないといけないかなと思うんですが、あとはまあ基本的には中距離維持で、立ち止まって歩いてるときはジャンプ攻撃を入れてダメージを稼ぐ。で、攻撃属性的にね、打撃系武器が有利になっているので、しっかりと打撃系武器で挑むと、いったところがね、攻略の一番ポイントになるところじゃないかなと思います。で、中距離戦技でね、氷槍とか、今だと少し前に修正のかかった、これだね、奇跡の粒手なんかで、レンジのある攻撃なんかを活用していけば、もっと正直倒しやすくはできるかなと思うんですが、まあ、氷槍はあんまりね、レンジめちゃくちゃ長くはないんで、あれなんですが、戦技の中では火力かなり高い方なので、そのあたり使っていただく、まあ、もしくはこいつが落とすね、聖獣の顎を使って倒すのが、まあ、一番無難かなと思われますが、いずれにせよ、立ち回り、近接の立ち回りさえ分かってしまえばですね、まあ、どういう立ち回りでも勝負できるかなと思いますので、一度ね、こういう形での立ち回り、皆さんの方でも一度研究の方をしてみてください。はい、というわけで今回はこれにてお開き。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。